モデルプレス、2024年7月14日、嵐の二宮和成が主演を務める TBSK 日曜劇場ブラックペアンシーズン2。毎週日曜夜9時から、第2話は15分拡大。の第2話が14日に放送された。二人のサプライズキャストの登場が話題を集めている。ネタバレあり、写真、ブラックペアン2、サプライズ登場した俳優、二宮和成主演。 ブラックペアンシーズン2カイドウ・タカウジの小説ブレイズ・メス1990スリジーセンター1991講談社文庫を映像化した本作2018年4月期に二宮主演で放送された同枠ブラックペアンの続編でシーズン1から6年後の物語を書くブラックペアンシーズン2サプライズキャストが話題心臓血管外科医セラ・マサシ竹内良馬 が担当している患者であるようが視点を営むシ野聖なやは、資金が足らずスナイプ手術を受けられずにいた。娘のアサランジュトム、は、シ野自身が独自開発した大人気商品であるアップルパイのレシピと販売権を売ることで資金を調達しようとする。その売り手として、お笑いコンビラバーガールの飛び長翼が登場した。さらに公開手術シーンでは、俳優のニーロ深夜ヤする。 クラッシャーの味間、小峠会、味マが追加のプレゼンターとして場をかき回した。予告なしの二人の登場にネット上では、ながさん、ニーロさんまで、びっくりした、ここで新キャラ、味マのキャラが濃すぎる、わら、など反響が寄せられている。なお童話には、ランジュや、市川團十郎の長女、堀越玲香、市川ボタンもゲスト出演し注目を集めた。 モデルプレス編集部。